サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はいどうも、サックです。タカシーです。今日はですね、世界一ワクワクするリーダーの教科書という本のご紹介をしたいと思います。ワクワクしたいっすね。こちらの本ですね。ワクワクしたい。翡翠小太郎さんじゃないですか。はい、そうなんですよ。この方、著者の方はこの翡翠小太郎さんをかなり敬愛しておりまして。翡翠小太郎さんが書いてるわけじゃないんですか。じゃないですね。大島圭介さん、はい、方です。はい、この本のご紹介をしたいと思います。はい、この本がどんな本かと言いますと、この本はですね、究極のリーダーになるための条件が書かれた本です。まあ、これをね、聞いてる方々にはこうリーダーの方もいらっしゃると思うんですよ ね、 そ、 うですね、はい、そんなリーダーたちにとって、まあ、どうすれば最高のチームを作れるだろうかとか、はい、と悩んでる方もね、少なくないんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい。まあ、昨今ですね、多くの学びっていうのはこうやり方に焦点が当たってると思うんですよね。しかし重要なのはやり方ではなくて、あり方であり生き様なんですよ。大事なのはね、すでにね、空気てますけども、生き様なんですよ。あり方、そうです、やり方じゃない、あり方、はい、聞いてますね。早速チーム作りにおいて、はい、リーダーがどんな心で、はい、どんな姿勢で、はい、どんなあり方で仲間と接しているか、これですね、はい、それこそが最も大切なことだと、これですね、著者は言うわけですよね。これです、はい、リーダーにとって。では、まあ、あり方がすごい大事だっていう話したんですけども、どんなあり方でいることがいいリーダーとしてなってるのかと、究極のリーダーになるための条件とは一体何なのかと、はい、まあ、そう聞かれるとですね、著者はもう間髪入れずにこう答えるらしいんですよ。もう間髪入れずに、間髪、もう即答、即答です。反射レベルで、反射レベルで答える答えはこちらです。ワクワクしていることだと、はい、リーダーのあり方で一番いいのはワクワクしていることだというわけなんですよね。はい、僕明日から、はい、ワクワクしてる、ワクワクしてるワクワクしてる。で、そう、聞きますわ。部下に、後輩に、部下に。まあ、これがですね、まあ、究極のリーダーになるための、まあ、たった一つの条件であり、まあ、唯一の成功法則だと、まあ、いうわけですよね。はい。まあ、成功している人たちは、こう成功したからワクワクしてるんじゃなくて、ワクワクしてるから成功してるんだと、こう著者は言うわけですよ。はい。まさに、まあ、あれですね、こう心が変われば行動が変わるってね、行動が変われば結果が変わるってやつありますよね。まずは心からなんですよ。心が変わるからこそ最終的に結果まで変わってしまうということなんですよね。素晴らしい考え方だと思います。そうなんですよ。この本はですね、今まさにリーダーである人たちを究極のリーダーにすべくですね、皆さんをワクワクさせるためのきっかけになる本だと思っていただければなと思います。はい、今回の動画では、まあ、なぜリーダーにこのワクワクが大事なのかと、そしてどうすればワクワクできるんだというところらへん、はい、そして最後に部下の可能性を引き出す究極のリーダーにはどうやってなるのかと、その辺の話をね、できるだけ分かりやすく解説させていただこうかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、ではお願いします。お願いします。じゃあまずですね、なぜリーダーにワクワクが大切なのかというところのご紹介からさせていただこうと思うんですけども、まあ、まずはじめにですね、ワクワクがいかに重要か分かる例となる話、ちょっとこちらをね、先にさせていただこうと思います。はい、いかにワクワクが重要か、この話を今日は分かります。ですね、まあ、癌で余命3ヶ月と宣告された女性がいました。はい、余命を宣告された彼女が出した結論は、こう人生を楽しもうっていうことだったんですよね。余命3ヶ月ですね。そうです、うん、人生を楽しもうと。そして彼女は人生を楽しむために合唱団に入って歌を歌い始めるんですよね。うん、そして歌をすごい楽しんだんですよ、うん、彼女は歌を楽しんでると、なんと癌が消えたんですよね。で、もう医者にもこれは奇跡だと言われてたんですけども、その後ね、またもや再発してしまうんですよ。うん、癌がね、消えたんですけど、またまた再発しちゃう。それでも彼女の出した結論は、人生を楽しもうっていうことだったんですよ。うん、で、海辺に住みたいっていう願望のあった彼女は、こう海辺に住んで、こう毎日ね、ダイビングを楽しんだんですよね。うん、で、この時彼女が常に考えていたことは、奇跡が一度しか起きないなんてつまらないと、私には嬉しい奇跡しか起きないと常に考えてたらしいんですよ。なるほど。そう考えて毎日生活しているうちに、もう私はなんか奇跡に包まれてるっていう風に感じるようになったらしいんですよね。はい、もう世界の全てが素晴らしいと、はい、なんて素晴らしいんだって感じてたら、なんとまた癌が完全に消えたらしいんですよ。やばくないですか。すごいですね。そういうね、もうすごい事例があったと。で、彼女が癌と向き合う中で気づいたことは、それはですね、人生は楽しむためにあると、いうことに彼女は気づいたわけなんですよね。うん、すごい話ですよね、これはね。いや、すごい。
まあ、この話はこの話すこのようにこうワクワクするっていうことがいかに大切かっていうね分かる逸話っていうのはもうたくさんあるわけなんですよね、うん、他にもですねこの本に載ってたのはこう最悪のチーム状態だったチアダンスチームがあったんですけども、はいはい、このチームがですねただ楽しく踊るようにもう監督からね、うん、お前らもただ楽しく踊れと何が踊りてんだ踊りたい踊り俺踊れと言われて楽しく踊っただけでもう全米で優勝しちゃったりとか、まあ、万年1回戦負けの高校野球チームがもうどんなピンチでもたとえ9回裏に10点差つけられててもそのピンチを楽しむマインドを身につけたことによって甲子園出場を決めたりとかですね、まあ、こういう例がマイクにいとまがないわけですよね。もうすごいんですよワクワクのパワーっていうのは。このワクワクがいい結果を生み出すっていう考えは、まあ、どんなチームでも当てはまるというふうにおっしゃっております。そしてこのチーム全体がワクワクしてるようなこの最高の雰囲気にするためにはまずこのリーダーがワクワクしている必要があるんですよね、はい、やっぱリーダーの雰囲気っていうのはやっぱチームの雰囲気作りますからね、はい、リーダーが不機嫌だとやっぱチーム内もちょっとギクシャクしちゃうわけですよ。耳が痛い心も痛い心も痛い心にも来てる、まあ、リーダーのメンタルがチームの雰囲気を作りそして結果を作るわけなんですよね、はい、つまり、まあ、なぜリーダーにワクワクが大切なのかというの答えはリーダーのワクワクがチームの雰囲気を変えて結果を変えるからだと言えるわけですね、はいはい。まあ、これまでね、まあ、もしこれまでいい雰囲気を作ってこれなかったなっていう人がいらっしゃったら大丈夫です。伸びしろが半端ないです、はい、そういうことです。伸びしろしかないですね。伸びしろしかないですねそういうことなんですよ。もう本田圭佑さんがいるね。伸びしろですね伸びしろですね。お前も伸びしろしかないんですよ。もうそういうことです。そういう考え方マインドを持ってください。もう今までやれてこなかったなって人はそれすらもワクワクしてください、はい、こう伸びしろしかないやんと。それが大事ということですね。ワクワク。そしてですねこの最高のリーダーっていうのはもう困難にすらワクワクするというふうに言われておりまして、はい、この本に載ってた例があるんですけども、こうある農家があったんですけど、はい、台風によってですね9割のリンゴがダメになっちゃったらしいんですよ、はいはい、もう絶望的じゃないですか。本来ならその9割のリンゴで生計を立てなければいけないのに、うん、ほぼダメになっちゃったと。やばいどうするんだっていうそんな絶望的な状況ですらこの農家の人はチャンスだと思ったんですよね、うん、そしてその農家の人は残った1割のリンゴを落ちないリンゴとして受験生に1000円で売ったんですよ。もう起死回生の案ですよね。そうですね、まあ、このようにですねどんな困難もチャンスだと思ってワクワクすることでピンチをチャンスに変えて最高の結果を出すことができちゃうんですよ。いやすごいな、この農家さんすごいですよね、うん、普通も絶望して塞ぎ込んでそこからの、ね、そうなんです。アイディアが半端ないですよね。でも常にこうチャンスをこう感じられる感性があって、 そしてこのなんせ諦めないワクワクしてるものがあったからこそできたそうです。諦めない心、ワクワクした心があったからこそね、そっていう例があるんですよね、まあ、こんな感じですね、まあ、リーダーになぜワクワクが大切なのかなんとなく分かっていただけたかなと思うんですけど、大いにワクワクしてる、大いにワクワクしてる、僕は今もうすでにもうね大いにワクワクしてる早いなワクワクするの、うん、まあじゃあどうすればね、まあ、ワクワクできるんだと。そうは言っても、まあ、ワクワクしたいけどいや日々しんどいよという人もいると思うんですよ。じゃあどうすればワクワクできるんですか。その具体的な、ね、方法を説明しようと思います。もう結論から先に言っちゃうんですけども、はい、結論は予祝をするって、ね、はい、予祝なんだそれはってなるんですよおやおやとなったと思うんですけど、急になんかちょっとあの新しいことがなっちゃったなんだと思ったんですけど、まあ、解説させていただきますね、はい、予祝。これ予祝って何かっていうと、夢が叶う前から先に喜んで先に祝うことなんですね。そうすることで夢を引き寄せる方法、はい、こちらが予祝になります。これはですね、はい、日本古来からある夢の叶え方なんですよ。予祝っていうのはお花見も予祝です。なるほど、そうなんですね。どういうことかと言いますとですね、うん、このお花見っていうのはこの豊作を願うために、まあ、昔の日本人のやっぱ一番の幸せってやっぱ豊作なんですよ、うん、で豊作を願うために桜をお米の実りと重ね合わせて、うん、で米からできた日本酒を飲むことで、うん、この豊作の願いが叶ったことを想像しながら祝う、これがお花見なんですよ。実はそうなんだ、お花見って知らなかった。だから豊作をもう叶ったとして、うん、もう先に祝っちゃうっていうのがお花見らしいんですよね、まあ、こんな感じでですね、まあ、日本古来からある考え方なんですよ、うんうん、でも成功法則に関してこう、まあ、ある言葉があるんですけども、こちらをちょっとご紹介したいんですけども、成功したから幸せになるわけじゃないと、幸せ先に幸せであることが成功を生むんだということをね言ってる人もいるぐらいなんですよね。なるほど。だから先に幸せであれと、まあ、近年アスリートの間でもですね、笑顔が最高のパフォーマンスを生むっていうことが注目されてるんですよね、うん、だから先に笑顔、そうなんですよ、先に幸せになろう、そういうことなんですよね。後から来るんじゃないですよ、幸せっていうのは。幸せっていうのはもう先に、なんならもう今もう幸せじゃん
そっから始めよう。すでにね、幸せから始めよう。今幸せじゃんと。そうそう、まあ、このように心が喜びワクワクしている状態であることが成功を呼び寄せる秘訣だというふうに言えるわけですね、はいはい、そしてそのワクワクするためには、まあ、今が幸せだって思うことももちろん大事なんですけども、はい、まあ、成功したり夢が叶ったりした自分を想像すること、はい、まあ、先にそれを祝うことで心をワクワクさせることができるというふうに著者は言うんですよね、はい、でこの予祝のやり方っていうのはすごい簡単で、まあ、どうやってやるかっていうと、まあ、ワクワクしたらいいんですけど、一番興奮するシーンは何っていうふうに自分に問いかけるんですよ。なるほど、はい、例えばこの著者の人はですね、まあ、独立して居酒屋始めらしたらしいんですけども、うんうん、お店始めるときに、まあ、同業者がこの店やばいぞって言って偵察に来るシーンを想像して興奮したらしいんですよ。マニアックですね。そう、自分のお店がすごい成長していって、うん、むちゃくちゃでかいお店になったら、もう同業者が、あの店やばいらしいぞ、すげえ店できたぞって言って偵察に来る。そこにもエクスタシーを感じる。そうですね、その情報気持ちいいっつってなってたらしいですよね。でそれを興奮してすることで、実際叶ったらしいんですよ、この願いは。このようにですね、自分が興奮するシーンっていうのを思い浮かべて、うんうんうん、それが叶ったかのようにもう祝っちゃうんですよね、先に。そうすることで心がもうワクワクして、まあ、その想像が現実となるというふうに言われてるんですよね、はいはいはい、これすごいですね。だから予祝っていうのはもう自分がね興奮するシーンを思い浮かべるだけでいいと。それを先に祝っちゃいましょう。先に祝っちゃう、叶ってから祝うんじゃなくて、もう叶う前に祝うから叶う、そういうことですね。なるほど、はい、これが、まあ、どうすればワクワクできるのかっていうところなんですよね、はいはい、こんな感じでね皆さんワクワクしていただければと思うんですけども、はい、じゃあまあワクワクがいかに大事かっていうのは分かったと思うんですけども、じゃあまあリーダーとしてね部下の可能性を引き出す、そんな最高のリーダーになるにはどうすればいいんですかと。そうですね、ワクワクからどうつながっていくんですかね。これはどうやって部下の可能性を引き出すんですかっていうところ、はい、気になると思うんですけども、これねもう結論言っちゃいます。それはですね、部下の可能性にワクワクすることです。なるほど、そういうことなんですよ。これが部下の可能性を引き出します。まあ、例えば質問です、はい、高橋さん質問です。何度同じことを言っても分かってくれない部下がいるとしますよね。どうしますかっていうね。で仕事に全くやる気のない部下がいる、どうしますかっていう、うん、陰でリーダーの悪口ばっかり言ってる部下がいると、どうするんだと。こういう状況もう直面したら結構頭悩ませないか。悩ますね、はい、もう本当にあるあるだと思う人、はい、でどうしようどうしようと思ってる人、まあ、実際にいらっしゃると思うんですよ、うん。これに対してですね、まあ、著者が尊敬するあるコンサルタントの方がいらっしゃるんですけども、はい、その方の答え、もう衝撃なんですけど、興奮するです。嘘でしょ嘘でしょ。もう悩まないですよ、興奮しちゃうらしいです。え、マジでそんなこと言われてんだ、マジで、うわー興奮する興奮するってもう変態ですね。そうでしょまあちょっと一見変態っぽく見えちゃうんですけど、まあ、このコンサルタントの人がどういう考えかっていうところをねご紹介します、まあ、なぜこの人が興奮するのかって言いますと、このコンサルタントの方は全ての部下に可能性があるっていうふうに思ってるんですよ、まあ、分かり合えない部下はいないと、うん、誰とでも最高の人間関係になれるっていうふうに思ってるんで、まあこういう部下がおったとしても1年後にはみんなやる気になって最高の人間関係になってる未来がもうすでに分かってるから私は興奮するんだと言うんですよね。今は最低でも1年後には最高になってるからもう興奮しかねえよ。ギャップに興奮してる。ギャップに興奮してるすごい考え方です。そうなんですね。で部下の可能性を引き出す究極のリーダーっていうのはですね、部下の可能性を心の底から信じていて、なおかつ部下の可能性にワクワクしている人だというふうに言えるわけですよね、はい。そうするとですね、部下はこの 97% は眠っているってされている潜在能力をですね、もう解放してとんでもない力を発揮し出すと。潜在能力 97% 眠ってるらしいですよそれを解放し出すということですね。まあ、かのですねカーネル・サンダースいらっしゃいますよね、はい、ケンタッキー創業者の、はい、あのカーネル・サンダース、ケンタッキー創業者の何歳かって高橋さんはご存知かもしれないんですけども、そうですね、まあ、晩年ですよね。そうなんですよ、この人創業したのは65歳の時なんですよね。素晴らしいですね。いやもう半端ないですよね、65歳でこの世界全年世界各国にあるケンタッキーを、ケンタッキーを作ったんですからね。もうこの逸話から分かることは、うん、人に限界などないということです。うわ、おいただきます、いただきます、いただきます。人に限界はね、そうなんですよね。これ明日から言います。限界なんかねえ ぞ。部下を信じるということにも限界はないです。で、底なしのね、部下の可能性を信じて、もうその可能性に、底なしの可能性にワクワクすることで、部下は最高の結果を生み出すことができるわけなんですよ、うん。そういうことをね、この著者は言ってるわけです。だから部下の可能性にもワクワクしましょう。そしたら部下は、もう最高のパフォーマンスを出してきます。はい。ということで、これがね、究極のリーダーになる方法です。はい。ということで、最後にね、本書のまとめをさせていただこうと思います。
ということで究極のリーダーになるための条件が書かれた本を今回要約させていただきました、まとめるとですね、究極のリーダーになるための条件は、ワクワクすることだよという話ですね、成功している人は成功したからワクワクしてるんじゃなくて、ワクワクしてるから成功してるんだというふうに言うわけですね。このワクワクはチーム内の雰囲気を良くして、結果をですね、最高のものに変えてくれます。それはどんなチームでも言えることで、あるチアダンスチームが楽しむことに重きを置いてから全米で優勝できるようになったりとか、高校野球チームがどんなピンチを楽しむようになってから甲子園出場を決めたりとか、そういうね、その効果はもう計り知れないわけですよね、そしてそんなワクワクっていうのは、この予祝っていうのをすることで得ることができますよと著者は言います。でこの予祝っていうのは、夢が叶う前から先に喜んで先に祝うことで夢を叶える、夢を引き寄せる方法ですよね。すごい方法ですね。そうですね、全然知らんかったさ。これ、ね、何人もそれだっていうね。そうなんですよ、日本古来からある考え方らしいんですよね。日本独特の考え方なのかな。そうですね、予祝っていう言い方はね、自分が夢を叶えた姿とか興奮するシチュエーションっていうのを想像して、でそれを先に祝うことで、心がワクワクして結果として夢が叶うというふうに言われております。でこのワクワクするっていうのは、この部下の可能性を引き出す上でも非常に重要なんですよね。一見問題があるような部下でも、その可能性にワクワクして信じ抜く、そうすることで部下は眠れる潜在能力を解放して眠れる獅子なんだね部下たちはみんな眠れる獅子なんですよ。それを起こせるかどうかはリーダーにかかってる。そうです、リーダーがいかにその可能性にワクワクするかにかかってる。そういうことなんですよ。そうすると最高の結果を部下も出してくれるようになりますよということなんですよね。なので、今ね、皆さんがどんな状態にいたとしても、もうワクワクすることを忘れずにですね、たとえもう今すごい非常にやばい状況にあったとしても、もう伸びしろしかないやんというふうにワクワクしていただいて、最高の結果を出していただければなと思うわけですね。はい、はい、というのが本書の内容になります。皆さんもワクワクしていってくださいね。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。おまけトーク。いや、これはもう完全に引き寄せの法則ですからね。ああ、引き寄せますね、マジで。引き寄せの法則の理論がふんだんに取り入れられてるような気がしちゃいましたけど。そうですね、いや多分ね、近いと思いますよ、感覚的には。だから先にね、想像するっていうね、成功してる姿を想像する、イメージしてそれに対して行動していくとっていう。そういうことです、そういうことです。近いです、近いです。なんか部下を信じるっていうところはね、ほら、講演家の鴨頭さんがなんかよく言ってません、鴨頭さんね、もう部下を信じてろって言ってますよね。もうすべて、なんかマクドナルドがすごい日本一になった時も、もう信じ切ったみたいなこと言ってません。それに近いところもあるかなっていう。なるほど、信じ切るって大事なんだな。高橋さんも一時期言ってましたよ、部下を信じるって。いやね、でもね、はい、やっぱむずい。あ、むずいですか。頑張ってるけど、やっぱりどっかでこう戻されちゃう。あー、昔の自分にさあとかちょいちょいちょいとか待て待て待てとおいおいおいってなるわけですね、部下に。そういいから止まれってってな、言いたくなっちゃうことがあるんだけど、今日から俺はもう一回信じる部下の可能性に、部下を信じる。そしてワクワクしてください、自分自身、部下の可能性に。こいつやべえじゃんっつって、伸びしろしかねえなこいつ、半端ねえ、ワクワクするっつって信じて、部下を、はい、そしてワクワクして接する。誰に対しても、俺の今後輩ね、関わってくれてる後輩たちにはもう全員そうする。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。